前回のシュガースポットでは羽島市の桑原こども園に潜入。元気いっぱいの子どもたちと触れ合い、たくさんお菓子配りをしました。そして今回はさあこちら、はい、やってまいりましたけど、はい、ちょっとおしゃれな、めちゃめちゃおしゃれ、ねね、ブロック47さん、はい、来ましたけども、はい、気になるね、このブロック47の、ね、カフェとか、ね、いろいろあるみたいなので、ちょっとね、行ってみたいと思います、うん、行ってみましょう。47って言ったらでも都道府県ぐらいしか置かない。まあ確かに47ね、なんかもしかしたら47個あるとかね、ブロックが何かがね、うん、書いてありますよ。ボディケア、IP ラウンジ、あ、すごい出てきてくださいました。こんにちは、こんにちは、マットダンスです。マットダンスでございます。よかったらもらってください。ありがとうございます。すいません、ちょっとお店の中入らせていただいてもいいですか。失礼します。すごい、歌って踊ってお菓子も配る6人組アイドルユニット、甘党男子。そんな甘党男子たちが毎週岐阜を舞台に大はしゃぎ。甘党男子のシュガースポット、中まで案内していただきました、はいはい、はい、案内してくださる方が、はい、よろしくお願いします。はい、こちらの施設で広報を担当しております福谷と申します。福谷です。福ちゃんです。福ちゃんです。確かになんかお会いした時から運気が上がってる感じです。確かに福がね、笑顔がもうね、うん、福ちゃん、よかったですか。笑顔が福ちゃん、そう、笑顔が福ちゃん、ここから見てる時からもうね、笑顔だった、早い段階で笑顔がもう見えて、あんま言わないけど仕事だよそれは。今回お邪魔したこちらのブロック47は食、運動、対話を集約した複合施設。レンタサイクルなどができるサイクルステーションに地産地消メニューを展開し、安全安心な食事が楽しめるカフェレストラン、さらには体の疲労回復をサポートする最先端技術のボディケア &IP ラウンジが併設されています。ちなみにその47の部分なんですけど、僕分かったっす。4月7日にできたんですよ。やばい、すげえ当たりそうな感じだよね。あの答えはですね、あのここガーデンモール一角の中の一つの施設としてまして、うん、そのここの一区画が47区画になります。そういうことか、4月7日じゃないんですそんなやったぜって顔でいけないよそれ。自信あったんだ ね。今日は俺たち来させていただきましたけど、はい、させてもらえるんですか、させてもらってもいいですか。はい、ぜひですね、あの、まあ、レンタサイクルですとか、はい、はい、癒しの場所ですとか、ぜひ最後にはあの、まあ、うちのシェフオリジナルのスイーツを食べてみてください。うわ、僕ら厳しいですよ、スイーツに甘党ですからね。嫌われちゃうよスイーツには厳しいですよ。上から行くな。でもこれがまさしく至れり尽くせりってやつですよ。本当だね、満喫できますね。一日ここであのなんでしょう、健康を味わっていただきます。なるほど、確かにそうですよね。じゃあ行ってみましょうかね。案内よろしくお願いします。で、 ね、ではレンタサイクルの方からぜひ、はい、よろしくお願いします。すごい自転車の数、ね、俺すごいね、イケメンのお兄さんがいました。ぜひぜひ、よかったらお菓子の方をもらってください。やったらマシュマロ、こちらで実際に自転車を借りれる、僕たちも借りできると思います。あ、そうですね、はい、借りて、なんかその外というか、あ、そうそう、いろんな、どこでもいい。え、どこでもいいですよ、はい、自由なんですか。自由です、自由ですか。時間で、1日とか、そうなんです、はい、2日とか借りられるかもしれない。行けます、行けます、車に乗せて行く方は結構、あ、そうです。じゃあ、旅先で、あ、そう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 、乗るっていう。じゃあ、せっかくなんで、ちょっと選んで乗る人、え、いいの、え、実際に、実際に、え、3人まで、というわけでじゃんけんに勝ったジン君、カズマ、アッシーがサイクリング体験をすることに。せっかくだね、高いやつね、レンタル、うん、あ、そうですね、高いよね、高いのも、ね、いいんじゃないでも。じゃあ俺一番勝ちなんですけど、いいですか。いいです、もちろんもちろん、好きに。じゃあ僕、これで、はい、これでもっとすごい、15万だって、これ15万高いよ。15万の自転車乗ってこけたらどうすんの、買い取り傷つけたらみたいなね。これあの電動アシストなんで楽です。え、電動アシスト、電動アシスト、あ、これが折りたたみなので、折りたたみ、なるほど。じゃあこれはなんかいいな、それはそれでいいな、いいな。じゃあこっちで、あ、そっちで、あ、電動じゃないかーい。で、それはマウンテン、違う、あ、これはクロスバイクです。クロスバイク、かっこいい。結構万能ですね。うん、うん、回ってくれる
自転車を選んだところでいざサイクリング体験へのはずが、レースやった方がいいんじゃない、うん、せっかくだしやるか一周誰か早くに。あーいいの、いやそれは、うん、やっちゃうぜ、いい、やってよ、やっちゃうぜ、タイプ違うけど、いいね、いいね、全然タイプが違う、ね、おいおい舐めんなよこっちは、うん、ギアついてるからすげえの。というわけで急遽自転車レースバトルが決定。1位に輝くのは一体誰だ。いこう、お願いします、はい、用意スタート。あ、ゆっくりね、そう、そこは気をつけて。よし、いいね、三者三様の乗り方、いい、出だしはいいよ。おっしゃ、行ってるぜ、本気、おっしゃ、有利だからね、よし、おっしゃ、やっぱロードかっこいいね、アッシュなんだ、あれ一応レースしてるよね、してるしてるしてる、いや、ジンはね、本格的に見えるよ、うん、でもアッシュ、アッシュがね、アッシュがすごいゆったり、あれ、様子伺ってるかもしれない。やっぱでも自転車的にはジンのが一番速い、うん、まあそうね、あの形も綺麗だったし、うんうん、絶対負けない。おーおー、来たよ、ジンちゃんが、あー来た、あー、アッシュだ、なんかあれ、なんかゆっくりだし、なんかあったな、なんかあったな、なんかあったな、あれ？なんかゆっくりだし。おう。なんかあったな。なんかあったな。なんかあったな。襲われたな。なんかあったな。襲われたな。ちょっと本気出しすぎましたわ。途中まで頑張りすぎちゃって、ちょっとごめんなさい。危ないから危ないから。危ない危ない。来た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 。あー、ちょっと来た。ごめんごめん。よっしゃー、やっぱり。よっしゃー。まあまあまあ。あれ？で？あれ？なんか、なんだあれ？なんだあれ？なんか、なんだ？あれ映していいやつなのかな？なんか肌色が多く見えるけど、うん、なんかあったのかな、襲われたかな、あああああ何があったの、それだけ教えてよ、1位行ったじゃん、そう行った、1位行ってて、抜かれて、それ急になんか減速したもんね、そう、その後足つっちゃって一回降りたの、ああで降りたらそしたらなんかギャング、ギャング、ギャングに、ギャング、追いはぎ、だから去ってないの、ああシュガースポットの T シャツくれっつって、今赤い T シャツが必要なんだって、赤ギャンが、赤ギャン、赤ギャン多分そいつだけ持ってなかったの、持ってかれて、持ってかれたの、これウキャンディがめっちゃ、ウキャンディがずっとね、いい場所に、ウキャンディがずっといい場所にね、何は止まれ、遅かったから、うん、ごめんね、まあ1位は神社で、うん、そうね、うん、いや頑張ったね、そんなのどうでもいいだろ。ではですね、はい、こちらで、はい、6名見える方で1人の方だけ、まあ、20年来の技術を持った足木整体を体験してもらおうかなと思います。何何何何もう一回じゃんけんする、じゃんけんする、じゃんけんする、公平にな、勝ちね、勝ちね、みんな疲れてるんだ、うん、そう、みんな疲れてると思う、いいか、最初はグー、じゃんけんぽい、はい、シュー、おー、すげえ、あきちゃん、未知なる足木整体を初体験、どうなの、お、足を使って、足を使って、はい、え、なんすかそれ、お、お、怖え、すげえ、え、お、え、川登りで、あ、そっか、それでバランスを取ってるってことですか、その竹の棒で、そうです、その名前が、ね、どういう施術というかあれになるんですか、これ、あの、足でまあ、やることによって、まあ、当たってる面積が広いじゃないですか、そういうこと、なので全体的にほぐすことができる、やばい、寝ちゃいそう、え、すごい、めっちゃ気持ちいい、本当、え、これ足ですよね、足でやってる、手でやってるみたい、へぇ、おい、痛い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 、なんか左の足裏やってます、私はやってないです、おー、やめろよ、疲れるだろ、足が2つみたいな、おー、やだ3つか4つぐらい重みを足つぼ…でもうまいね意外に重かった、アキちゃんが整体を受けている間、残りのメンバーはフットマッサージャーを体験することに、結構痛い、痛い、死ぬ、死ぬ、痛い、痛い、気持ちいい、俺気持ちいいね、あれ、何、次は何やってんの、これな、な、な、え、すごい、なんか気持ちよさそう、何これ、なんかなんかね、冷凍保存して未来へみたいな、すごいね、近代的だね、なんか何これは、携帯アタック、うわーお、終わった、終わったよ、何これ、ちょっとウォーターベッド体験しませんかっていう、ウォーターベッド、ウォーターベッド、これウォーターベッドなの、このマッサージなのよ、すごっ、何が起きる、あ、みたいな、なんかね、水がマッサージしてくれるの、
今何水がマッサージしてるの今、あ、柔らかい、じゃ水だねこれ、ウォーラーウォーラー、すごい、これ10分からできて1,000円、いいな、お得、あ、じゃあ体験できるんだ、体験できる、これ今全身的な感じ、今全身全身、いやどうだったみたいな、気持ちよかったよ、今いやその角度で喋んな一通り終わりましたけど、はい、はい、ちょっと最高でしたね、いや最高でしたもん、最高でしたか、いや良かったです、僕らもね、うんうん、マッサージ、マッサージね、足のマッサージやってもらいましたけど、はい、足だけだけどめっちゃ楽になったね、なんかそっちもスッキリしたよね、うん、うん、スッキリした、気持ちよかった、すごかった、ありがとうございます、はい、はい、これキラさんだよ、これはこちらはですね、磁気を使った磁場の機械になります、はい、なんかシャレるわけではなく、マッサージをするわけでもないですし、ビリビリくるわけでもないんですけども、うん、本当にあのビフォーアフターは体感していただけます、なんかあれですよね、10回に1回ぐらい未来に行っちゃうんですよ、確かに、あ、実はそうなんですよ、ノリが、ノリが20年前がいいですね、何があったんだよ、何があったんだよ、過去はちょっと、あ、未来だけ、未来だけ、じゃあ大丈夫、戻れません、今は楽しい、じゃあ大丈夫、ありがとうございます、ありがとうございます、じゃあこの後はそうですね、ぜひ体を癒していただいた後は、はい、食の方に行きたいなと思いました、はい、行きましょう、甘いものをぜひ、はい、次回のシュガースポットはブロック47のカフェレストランで絶品スイーツを堪能、さらに羽島市の名物グルメがメンバーの胃袋をわしづかみ、次回もお楽しみに。